考古学調査に基づくグレートブリテン島南部における大まかなローマ化の進展範囲。南東へ行くほどローマ化が進んでいた。ハンバー側からセバーン三角港に至る線よりも北西の領域及びコーンウォール、デボンにはローマ化の影響は最小限もしくは一切見られなかった。ローマブリトン文化は43年のブリテン征服に 始まるローマ帝国によるブリテン支配の過程で、ローマ人とケルト系の言語、習族を持つ先住民ブリトン人の融合により、ブリタンニアで形成された独自の文化である。5世紀にローマ帝国がブリタンニアを放棄した後もブリテン島に残存し、アングロサクソン人侵入後もウェールズで生き残り、後のウェールズ文化の基礎となった。フリストファースナイラーなどの学者によれば、 5世紀から6世紀にかけて、すなわちおよそ410年のローマ軍団撤退の頃から597年のカンタベリーのアウグスティヌス到来の頃まで南ブリテンではローマの影響を色濃く残した文化が活発に活動していた。これはアングロサクソン人による征服後も独自のラテン語筆記法などの形で生き残った。イングランド・ウェールズにおける ローマ効果の発掘点。各地域の文化的なローマ化の進展度合いが見て取れる。紀元前一世紀のガリア戦争の際、ガイウスユリウスカイサルがローマ軍を率いて初めてブリテン島に侵攻した。しかしこれはあくまでも敵対的な部族を叩くための遠征であり、ブリテンの征服までは至らなかった。43年、クラウディウス帝の時代。 近隣の属州兵を中心としたローマ軍が、現在イングランドとして知られるブリトン・ケルト人の領域に侵攻した。数年の戦争の末に、ブリタンニア属州が設立され、最終的には、後のイングランドやウェールズ、それに、スコットランドの一部を覆うようになった。商人や役人など数千人のローマ人やその家族が、ブリテン島に入植した。スペイン、シリア、エジプト、 ゲルマニアなど帝国各地からやってきた兵士がローマ都市に駐屯し、その多くが現地のブリトン人女性と結婚した。4世紀末の時点でブリタンニアの総人口360万人のうち12.5万人がローマ軍兵士かその家族及び被扶養者であった。また、シリア族州の彫刻家や地中海島岸の医師など多くの専門職の人々がブリタンニアに移民した。 こうして、ブリタンニアの文化や宗教は多様化した。ただ大部分のブリトン人は、ローマの宗族を受け入れつつモケルトにとどまった。大部分の人口は都市以外に散らばっていた。前述の360万人のうち都市に住んでいたのは24万人ほどで、そのうち首都ロンディニウムの人口は6万人ほどだった。ロンディニウムは、先住民ブリトン人や大陸、中東、 北アフリカからの移民が混ざり合った多文化都市となっていた。他のローマ都市も帝国各地からかなりの移民が流入して多様な文化性を持っていた。その後3世紀後半にはブリタンニアはたびたびローマから政治的に独立する事態が起こった。260年にはガリア帝国の一部となり、さらにその20年後にはカラウシウスやアンレクトゥスがブリタンニアで ローマ皇帝を名乗り、一時期大陸から事実上独立していた。この三世紀には、キリスト教がブリテン島に到来した。デキウスミカドの時代、聖アルバヌスが、ローマ都市ウェルラミウム近くで殉教している。ブリテンにおけるローマ文化の浸透の経過は、ローマ市民権の付与の傾向からも見て取れる。ローマ主配初期には、ごく一部の選ばれた、 ブリトン人にしか市民権が与えられなかった。例えば都市の有力な階級に属する者で、ローマ軍団やコノイ軍団、アウクシリアに参加した者、また、ローマ市民のパトロンを得た一部のブリトン人が対象となった。後者の例としては、皇帝クラウデウスあるいはネロから市民権を与えられたブリトン人の王トギドゥブニスなどがいる。ローマ市民となった者がさらに他の者のに、 市民権を与えていったので、ブリテンのローマ市民権保有者数は急速に増加していった。212年にはアントニヌス直令により、奴隷と解放奴隷を除く全ブリタンニア族州民がローマ市民となった。一方で、ローマ市民とならず、その法に従い続ける者もいた。彼らはラテン人の土地を所有できず、ローマ市民から遺産を受け取れず、 ローマ軍団に参加することもできなかった。ただし、アウクシリアに参加することは可能で、この場合は除退する際に市民権を獲得できた。ただ、ブリタンニアの住民の大部分は代々受け継ぐ土地と結びついた農民であり、彼らの生活は市民権を獲得した後も大きく変わらなかった。ブリタンニアは有数の帝国に忠実な属州となり、 帝国で内乱が起きるたびにブリタンニアの軍団が動員された。しかし、ホノリウス帝がガリア兵定のためにブリタンニア軍団を動員しようとしたとき、彼らは反乱を起こして対立皇帝コンスタンティヌス3世を衰退した。コンスタンティヌス3世はブリタンニアの全軍団を率いてガリアに渡り、後にホノリウスから共同皇帝として認められた。ホノリウスは ローマ軍団が去った後のローマブリトン人に自己防衛するよう命じた。それ以降、ブリタンニア住民から単眼書を受け取ったエティウスが一時期ブリタンニアに会場支援を行った可能性があるが、それを除けばローマ帝国政府とブリタンニアの軍事的な関係は途絶えた。6世紀のブリトン人入植当初、ブリタンニアの平野部や都市の住民は、 ロンドン司教を中心に何らかの組織ないし評議会を形成していたと考えられているが、次第に政治的な分離が始まった。軍人、傭兵、役人、農民らがおののに王を名乗り、相争ったり、ブリテン島を後にして、征服活動に取り組んだりした。彼らは、ローマの伝統を引き継ごうとする者と、完全に独立勢力を築こうとする者に二分された。 このポストローマ時代のブリトン人指導者としてよく知られているのがボーティガンである。他にもかつてのブリタニア族州の領域には北のスコットランドからピクト人、西のアイルランドからゲール人、東方からは異教徒のゲルマン部族であるアングル人、サクソン人、ジュート人が侵入し定着するものもあった。一方で先住のローマブリトン人の中にも ブルターニュやイベリア北西部のスウェービー王国、おそらくアイルランドへも移住する者がいた。5世紀にはアングロサクソン人はイングランド東部を支配するようになった。6世紀半ばにはミッドランズにも進出し、7世紀には南西や北方へも勢力を拡大した。その中でウェールズはアングロサクソン人の手が届かず、ローマブリトン人の文化、特にキリスト教が生き残った。 アングロサクソン人の歴史上では、ローマブリトン人をウェルシュと呼ぶことがあった。これは古英語で、違法人を意味するウォルハスに由来する言葉で、もともとはブリテン南部の先住民を指していた。ローマブリトン文化が生き残ったウェールズと南西半島は、それぞれ北ウェールズ、西ウェールズと呼ばれることもある。また同様に、イングランド北部やスコットランド南部にあたる、 ローマ・ブリトン文化地域はヘン・オグレットと呼ばれた。この時代のブリトン人やアングロサクソン人をめぐる闘争はユーサー・ペンドラゴンやアーサー・王の伝説に反映されていると言われている。彼らのモデルはローマ・ブリトン人の指導者アンブロシュース・アウレリアヌスであるとされることもあるが、こちらも伝説的な人物である。また、アーサー・王の宮廷のあったとキャメロットの物語は、 ウェールズやコーンウォールに残っていたローマブリトン文明の記憶が反映されたものであるとも考えられている。ありがとうございます。